そのまんまペットボトルのアクエリアスを薄めて外してあげます。続いてこちらのカニクイザルやりたいと思います。ここからが皆さんが今回参加してくれた方が作ったものを準備しています。めっちゃ出る、やばいよ、すごい痛くなった。ルイ君ニンジン食って下がってきちゃった。持ち上がり方が。こらこら、ルイ君は喧嘩せずに食べにゃ。今食べてるのが一番強いマロンって答えです。別なんですけど。花前にが効く一口だ。まだ落花生いっちゃうんだな。どんどんこぼしてますけど。あれピーマン入れないじゃない。あれ取りましたね。あのトマトシートみたいなやつ。あ、ぶどうばっかすか。あれか。あれ下にいっぱい入ってたやつだ。シート握ってるよ、ニンジンシート。トマトシート握りしめる。他にまだブドウある入ってる。下にだいぶ落ちたよね。まあそこまで落ちてない。あれピーマン中入らないじゃない。どうだろう。あれ口、頬袋すげえ。マーニーの頬袋やばい。はち切れそう。まだまだ言える。ピクマンが一口だし。
喉詰まらせえへんから。やばいよね、あの頬袋。なんか、顔の形がかなり違うし、みんな。あとで入れるので、あれ。うわ、すごい。おーおー、あ、もうね。ちぎった。すごい、せっくってのかって言われてないけど。怖いわ。ネギ引きちぎられてる。ピーナッツ、殻ごと口に入れるか。あ、すごいな。おもろ。何でも言っちゃうんだ。ピーナッツ酔ってるよ。で、こちらのトクモンキーも始めたいと思います。こちらがトクモンキーの水もお願いします。うわっ、今一番大きいのは17頭、今あんまり日本ザルの仲間にしては結構優しい種類ですね。なのでそこまで取り合いにあることはあるんですけど、あんまり取り合いにはならないことが。ピーマンの中身は気づいてないか。気づいた。おお、おいしそう。枝豆皮ごとだ。メタカリで味わってる。あとみんな袋が重たいから、マジで2カ月食べてないだろうね。どうも取ってるよ。皮だけ出すの1頭だけ食べれてない。かわいそう。ちょっと食べた。食べた。どんどん中に。パンが多いね。みんな酒普通に気づかないのかな。また可愛い。誰も包みは手を振る。ちょっと待って、可愛い。手が回らないね。トマトの汁が。あ、パプリカある。あ、もうお花はあっという間だね。お花好きなの？お花食べるんだろう。ないな。もう来ない。来ない。来ない。あっという間だな。あー、来ちゃった。落とされちゃった。あの子めっちゃ人、うん、ドラゴンフルーツすごい拾って食べてる。ねえ。めっちゃ食べてる。横にあるじゃん。真ん中にいる一番でかいのがオスですね。それ以外の4頭はメスです。ビビったビビった。音でややビビる。ドラゴンフルーツの人は見向きもしてないんだけど。あれ全然食べない。いや、緑のネギに手を出した。あ、行ってきた。好きです。なんか色が悪いんだけどって書いてた。あ。なんか落ちてきた。落ちたのに。おーおーおお。から、もうネギもどっこ行っちゃってるし。ネギ奥で落とされました。ね、みんな飛び散ってる。でも意外にドラゴンフルーツ拾って食べてる。お、もう早速落としちゃった。あ、もうみんなが食べれます。落とした方がみんなが食べてくれる。こういうことは本当に見てる。強いと。あ、そうなんだ。失礼します。
だって。すいません、最後お願いします。次もまた日本ザルですね。こっちのさっきの方が屋久島ザルって言って、屋久島に生息する日本ザルの日本ザルです。で、普通の日本ザルと比べてちょっと小柄な種類に。ではちょっと。気づくか、右。王冠に気づくか、誰も王冠に手を触れて。なんかビビってんのかな、寄ってこない。ネギから私へ。ネギだ。ネギを嫌ってるから。伸びてどれだけ食べてる、一人一皿食べてる感じ。あ、気づいた。あ、やったな。